はい始まりました給与明細チャンネルです毎日投稿してるのでチャンネル登録高評価よろしくお願いします今回は IT 企業正社員44歳の方の給与明細ですこの方は2年目で仕事内容は顧客企業 IT システムの導入運用支援で仕事に必要な資格やスキルが IT 製品の知識とメーカーとの接触能力月の勤務時間が40時間プラス残業10時間程度 収入が年収700万で、えー、不満としては休日作業が多いので一般的なイベントごとに参加しづらいやりがいはもともと IT 製品が好きなのでいろいろなメーカーのものに触れることができるで給与明細です基本給20万プロジェクト手当64万、えー、在宅作業推進手当1万円で、えー、総支給が85万となっていますそこから控除が17万引かれて 手取りが67万円となっていますえー、在宅勤務で、えー、月40時間勤務なんですけど、えー、これくらいの給与がもらえてるみたいですやっぱり知識とか特別なものがあると、えー、少ない勤務時間でこれくらいの金額が稼げるのだなと思いました今回はこれで終わりますチャンネル登録よろしくお願いします